スノーマン・深沢達也、今日からラブリーマンでドラマ単独初主演、先輩・安部良平からのアドバイスは、テレビ朝日系で放送中の相葉正樹主演ドラマ、今日からヒットマンのスピンオフドラマ、今日からラブリーマンがテラサで11月に配信されることが決定。主演をスノーマンの深沢達也が務めることが発表された。今日からラブリーマンは、 相イバマ演じる稲葉重吉をたびたび困惑させるダメダメな部下山本照久を主人公にした妄想ラブコメディ山本舞香演じる重吉の相棒地夏に一目惚れしてしまった山本が仕事をそっちのけで地夏に告白するシミュレーションを妄想する姿が描かれる今日からラブリーマンで深沢はドラマ単独初主演を務めることに配信決定に際し彼は 今日からヒットマンは、僕にとって約10年ぶりの地上波連続ドラマになるので、まずそこに参加させていただけるだけで光栄ですし、それにプラスしてスピンオフドラマ、やはり、嬉しかったというのが、一番最初の感情でした、とコメント。